どうも、ゴルフプロの三田です。今回はアプローチで低くてスピンの効いたボールを打つ方法、これを皆さんに伝授していこうと思います。グリーン上に低く打ち出して、あ、一見トップしたのかなと思いきや、実はキュキュッとボールが止まっていくと、おっとね、すごいな、止めたね、というような、そういう感じのアプローチを打てると、同伴競技者一緒に回ってる人も驚く、ね、その人たちに、一目置かれる。そういう存在になれるかなと思いますので、ぜひこれチャレンジしてやってみてください。では早速いきたいと思いますが、低くてスピンをかける、この、まず利点は何なのか、何のためにそれをやるのかということですね。ただ、なんというかその、すごいねと言われたいだけじゃなくて、これにはちゃんとした利点があるんですね。なぜそれをやるかというのは、それは目的としてはですね、大きいところで言うと一つなんですね。で、それは何かというと、ボールって上げない方が距離感がイメージしやすいんですね。ですから、例えば30ヤード打つにしても、これぐらいの感じで、ああ、全然届かなかったみたいなね、こういう感じで打っちゃう人っていうのは結構いるんですね。で、逆に、振りの幅が大きくなって、で、パンチが入っちゃったみたいなね、飛びすぎちゃったという方も結構多いんですね。で、そこで、少しこう低く打つっていうのは、ボールのこの距離感みたいなのがすごい出しやすいんですね。ですから、まあ、まずはあんまり上げずに低くドンと打っていくような、こういう雰囲気をしっかり出せるといいんですが、じゃあこのボールが止まるかどうかっていうところが大事になってくるんですね。だからもちろん止まらずにそのボールを、ランを出して、近くに寄せるような、そういう距離感覚を覚えればそれはそれでいいんですが、グリーン上にキャリーさせて、そして、ボールを止めなければいけないケースもやはりあります。例えばピンが近くにあるとか、そういう場合は、キャリーをさせた後に、止まる、キュッキュッと止まるような、そういうショットを打たなければいけませんので、その時に高く上げて止める以外の選択肢がちゃんとあって、低く打った方がいいよっていう、そういう話です。そして、このアプローチは、スピンがこう効いていくので、ある程度、その最終的にギュッと戻るわけじゃなくて、30ヤードぐらいのイメージでやっていただくといいんですが、ちょうどよくボールがピンに向かっていくような感じなので、場合によってはチップインすることも結構あるんですね。ですから、非常にこれは有効なショットになりますので、頑張ってやりましょう。で、じゃあやり方はどうやるかということなんですが、基本の形というのは本当に一緒なんですね。普段皆さんにこうやってお伝えしている、基本のスイングとか、それは一緒なんですが、ポイントは3つです。3つあります。この3つをしっかりと守ってやっていくといいんですが、1つ目は、スタンスを少し狭く取ってみましょう。あまり大きく振りたくないので、少し狭くします。そして、ボールの位置は右足の方に寄せます。右足の方に寄せます。右足のつま先の前ぐらいで大丈夫だと思います。そして、3つ目としては、フェースを開くです。フェースを少し開いて、ですから、右に寄せて、ダウンブローで打つんですけど、フェースを開くんですね。ですから、一見矛盾しているようなことをやっているような感じなんですが、しっかりとダウンブローで打ちながらも、開いた状態にするとスピンがかかるので、少し右に寄せて、フェースも開いて、そして、そのまま、打っていくと、少し、低く打ち出されて、キュッキュッと止まるような、そういう雰囲気のショットが打てます。ですから、構えて、開いて、ボールは右足より、スタンス狭くして、で、このまま、打っていくと、低く打ち出されて、30ヤードぐらいにトントン、キュッ、みたいな、そんなショットが打てます。そうすると、どうかな。距離感ももちろんすごい合うんですけど、これ、振りの幅が小さいので、大きいミスにもなりにくいです。ですから、スタンスをしっかりとね、狭い状態にして、大きく振らなくて、結構楽に打てばいいんだなという、まあ、そのメンタル的にも非常に安心して打てるような、そういう雰囲気の、ショットですので、これをかなりね、使って、グリーンにこうね、乗せて、ピンに乗せてっていう風に、使えると思います。もうすべてのアプローチがこういう雰囲気で打ってもいいような、そういうショットが打てればもう最高ですね。その代わり、一個だけ条件がやはりあります。それは、やはりライがいいということですね。例えばディボット跡に入ってるとか、ベアグラウンドになってるとか、あとはバンカーの中に入ってるとか、そういうところでは、なかなかこういうショットを打つっていうのは難しかったりします。ですから、ある程度、フェアウェイ、花道、そこにボールがあって、で、ボールをですね、まあ、転がしてもいいんですけど、キャリーをさせなければいけない。ちょっとこう、谷があるとか、ラフが、まあ、あるとか、ちょっとした小さいバンカーがあるとか、バンカーがかかってるとか、まあ、いろんなケースがあると思いますので、そういうところで、この形をしっかり取っていただいて、そして、少し低めに、打ってあげると、非常に近くに寄せるようなアプローチができますので、頑張ってやってみてください。結構ね、打った後、うまくいくとですね、非常にこう気持ちがいい、ね、こう、ショットしても、まあ、いわゆるかっこいいというふうに思っている人もいるかなと思いますけど、ぜひやってみてください。
ぜひね、最後まで見ていただいた方ありがとうございます。高評価ね、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さん、練習、どんどん頑張ってやってみてください。では、さよなら。